こちらの道の駅では赤べこのプラモデルが販売されているということなんですが、あ、ありました、こちらじゃないでしょうか。見てみますと分解された赤べこのパーツと組み立て方が書かれた紙が入っています。道の駅バンダイの商品棚に並んでいたのは赤べこのプラモデル、その名もべこプラです。先月から販売が開始され観光に訪れた人たちから人気を集めています。だいぶ好評でもう追加発注で、はい、販売してます。多い時で1日に70個ほど売れる時もあるべこプラ。宮城県から来たこちらの男性は、自分作るのもありますし、あとまあちょっと親友のちょっとお土産というのもありまして、それで3つ購入しました。べこプラを開発したのは会津若松市でプラスチックの食器製造などを手掛ける古川プラスチック。専用の金型を作り半年ほどかけて商品化にこぎつけたといいます。作り方はシンプルで、上下に分かれた2つのパーツを組み合わせるだけ。小さい子どもでも作れるようになっていて、油性ペンで目や模様を描いて自分だけのべこプラ作りを楽しむことができます。小さい子どもたちがものづくりっていうのを体験する機会を少しでも与えたいなっていう、まあ、それをきっかけに親と子のコミュニケーションを取ってもらって、またあの地域の伝統工芸品を使うことによって、まあ、地域に貢献できればなと。少しでもべこプラは今月中旬からインターネットでも販売される予定です。